はい、どうも、正気です。お願いします。今回は7月8日と9日に開催された大宴会というフェスに行ってきました。ご覧ください。はい、こちらのフェスはお笑いと音楽が融合したフェスとなっております。芸人さんとね、バンドが出演するフェスでございます。こちらのフェスの主な内容といたしましては、芸人さんのネタ、そしてバンドの演奏、そして芸人さんとバンドがコラボした企画、それがメインとなっております。場所は東京ガーデンシアターで開催されました。はい、私は2日間ね参戦しました。めちゃめちゃね楽しいフェスなんで紹介していきます。ステージの様子はこんな感じですね。はい、両日ともね、指定席でございまして、室内なんで超快適にフェスを楽しむことができます。え、さっき俺携帯いじってるの見てたよ。撮ってあげてください、撮影してあげてください。さっき俺ら注意事項言ってる時携帯いじってたの俺見てたから。あ、見てますからね。あ、俺一番前だからって見てないと思ったでしょ。行きましょう。あのちゃんお願いします。はい、こちらはねアイズというあのちゃんが率いるバンドと、芸人さんたちのねコラボの様子でございます。各回ねこんな風に、皆さんコラボしてねめちゃめちゃ楽しいステージでね盛り上げてくれてました。うん、なかなかね見られないレアなね、コラボばかりなのですっごい楽しかったです。はい、フェスということもあってねアーティストグッズも売ってました。はい、初日はクリープハイプがねめちゃめちゃ人気で長蛇の列ができてましたね。大宴会のフォトスポットはこちら。意外とシンプル。こちらの大宴会、早速来年のね開催も決まってました。はい、発表されてましたね。来年2024年は7月の13日と14日、土日にねまたまた2日間開催されるみたいですね。嬉しいですね。会いたかったみたいな。会いたかったのような。皆さんもうお手持ちの全ての SNS に上げてください。そうですね。会場周辺にはキッチンカーがね何台か止まってまして、そちらで私は牛タン丼を購入しました。めちゃくちゃ美味しかったです。わあ、ちょっと山本さんみんな映ってる。じゃあこちらから笑顔をどうぞ。この大宴会というフェス予想以上に面白かったです。はい、まあ、音楽とね笑いというエンターテイメントのね2つがね合体したということで、まあ、面白くないわけがないんですけども、想像を超える面白さでした。これは毎年ね行ってもいいと思えるくらい最高のフェスでしたね。めちゃめちゃおすすめです。いかがだったでしょうか。大宴会、エンターテイメントがね凝縮された最高のフェスでした。はい、皆さんもね来年行ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。またねー。